ゼッケン。ゼッケンとはスポーツを行う際に、個体の識別を目的として装着する表示の日本での故障である。これは、国際的な競技においては、英語由来のビブ、ビブス、ビブ、ビブス、よだれかけの意と呼ばれるもので2006年現在、日本においても、国際的な競技においてはそれに倣うようになりつつある。ゼッケンという語は、一説にはドイツ語で、おう。 という意味のできん、鉄拳に由来するとされている、なお馬術や競馬において、馬の蔵の下に敷く番号が書かれた毛布のことをデキん、という。日本では、これがスポーツなどで競技者の衣服の前後につける、番号を記したアイテムを指す用語として普及したとの、ことである。また他の説では同じく、ドイツ語の、目印を意味する、在庶、在費園の綴りを、ローマ字読みしたもの、例えば、 ゼイチェンという読みから転化したのだとも言われている。発音の上では、前者の方がそれらしいが、意味の点では、後者の方に文がありそうである。両説とも、一長一短といったところで、決め手にかけている。蒸気以外にも、ドイツ語の作ンやシーキンス、イタリア語のゼチン、ゼッチの、ノルウェー語あるいは、和製外国語という説もある。 大量生産で数字などを印刷した白い布をユニフォームに縫い合わせるもの。ラグビーや高校野球などで使われることが多い。一回ごとに番号が異なる陸上競技では安全ピンを用いることもある。色をつけた布地を望む方に切り取り、ユニフォームに縫い付けたり接着剤で貼り付けたりしたもの。柔軟性に欠けるが、プロやアマチュアの野球用ユニフォームでは好んで採用される。 多くは、チームのロゴと衣装とを共通させたデザインを用い、縁取りのため色の異なる生地を重ね合わせた絶景も多く見られる。合成樹脂製のフィルムを望む型に切り、貼り付けたもの。安価にて一点物を作ることもできるため、背番号と選手の名前を一括してデザインする際に採用される。また、汗の蒸発を阻害しないように網目や繊維入り加工を 施すことも容易である。サッカーやバスケットボール用ユニフォームでは一般的。ただしバレーボール用ユニフォームではレシーブ時などにフィルムが床に引っかかるオイルステインの修正板にワックス処理であり貼り付いてしまうのを嫌い生地絶ンが使われている。あらかじめ数字などが印刷されたビブス状、または布に肩ひもなどが付いたものをユニフォームの上に着用するタイプの絶ン。 薄手で、メッシュ状のものもある。水球の帽子、サイクルロードレースや競輪で用いられる。ヘルメットカバーなどもこの類に当てることができる。競馬やドッグレースなど動物が行う競技にも使用される。学校、主に小中学校、高等学校の体操着、ジャージの全部、または全部と、後部両方に、名札として縫い付けることも多いが、現在は、生徒の安全のため、 正面のみ、あるいは小型化した名札にして、背面は、ゼッケン等を付けない、あるいは、学校名をあしらった、バックプリント等に置き換える学校も増えている。学校や地域によって様々なパターンが存在するが、多くの場合、白色の布地に、児童、生徒の学級、出席番号、名前、プライバシー保護のために性のみが多い、一部では、名も、を記入する。 大きさは様々だが、縦 15cm 横 22cm のものが一般的である。しかし、地域によって、あるいは学校の指定によっては、縦長のゼッケンや横長のゼッケンなど、変わった形のゼッケンも見受けられる。また、学校販売や学校で配布される指定品は、枠線、交渉、学校名などがプリントされているものもある。ゼッケンは、 地域や学校によって様々な書式があり、無地の白布にすべてを手書きする場合は上段に3、3の4や3、3から4、3から4から1などのように、のや、対、配分を使用して学年、組、あるいは組、番号、3つとも書く場合、組と番号の間に、配分ではなく、空白を開ける場合もあるを書き、下段に氏名を書く、画像1参照学校が多い。また、や、 のでなく、一年一組あるいは、一組一番、あるいは、一年一組一番と記入されていることもある。学校販売や学校で配布される指定品は、交渉や学校名、年組、枠線、上段の学年、組、番号、下段の氏名を分割するためがあらかじめ印刷されている場合もあり、その他、数字ではなく学年識別のために、 学校で定められているそれぞれの学年色があらかじめプリントされている文字色、枠線色、ゼッケン布の色となっているものも見受けられる画像に参照。また、学校名や交渉もなく、学年や組、番号等を書かず、あるいはプリントされずに、外枠だけ印刷された布、あるいは無地の白布に氏名だけを書く場合や、 外枠が印刷され、名前欄だけがあるが、名前欄の左端に、クラス番号が印刷されている例、画像3参照もある。指名のみを書くゼッケンは、一般的な形よりも、横長な形のゼッケンに多い。縦長の場合は、上段に大きくクラス番号、下段に指名という組み合わせが多く、クラス番号の方が、文字の大きさが大きい、画像4参照。 外枠や仕切りの枠線はあるものとないもののどちらもある。中学や高校などでは、その年の学籍番号、年、組、番号を4桁、ないしは5桁で表した番号を書く絶見もあり、その場合は上段に、1101などの学籍番号、下段に氏名を書く、画像をご参照。高校の場合、番号の手前に在籍科目、普通科などを記入することもある。 画像6参照。他にも中学校の絶ンで、サイズは一般的な比率のものではあるが、学年色の外枠の中は、名前欄だけしかなく、名前欄に数センチ幅の学年色アンダーラインがあり、そこに左、中央、右の3箇所に、左から1年、2年、3年の3学年のクラス番号を記入する絶ンもある、画像7参照。しかし、学校によっては、 学年色のアンダーラインにクラス番号を記入しない子も多い。また、学年とクラス番号の間にあるハイフンの横棒の長さが長く、横棒の上に交渉が配置されている珍しい絶景、画像8 3章も存在する。かつて体操着の絶景は、学校側が児童生徒を管理するための手段という意識が強く、胸や背中の中央に、 氏名等を大きく太く書いたゼッケンをつけるよう指導されていた。しかし、近年の社会情勢の変化。1、子供を狙った犯罪。に個人情報保護といった人権意識。3、新旧やリサイクル上等,等に伴う交換作業の負担感。4、男女同士付き害への問題。ジェンダーフリーを参照への批判や体操着の盗難。 紛失などから校内で着替えをさせず体操着を着たまま、登下校する、児童生徒がいるなどによりゼッケンそのものつけさせない、学校、または大きめのゼッケンを書式を同じにして、小型の名札にして左胸、または右胸につける、よう指導する学校、胸のゼッケンだけを残し、背中のゼッケンを廃止する学校も見られるようになった。また、このようなゼッケンや名札を、 学校に到着して授業中の間は、体操着に装着し、月光時には外せるように、スナップで着脱できるようにしている学校もある。また、同じデザインの体操着やジャージでも、時代の変化によって、ゼッケンから名札へとマイナーチェンジされている体操着やジャージについては、マイナーチェンジ前の体操着やジャージを、軽視から手前へお下がりするときなどにおいて、学校の指示でゼッケンを外し、 代わりに小さいナフラへ付け替えるよう指導されたり、背中のゼッケンを外すよう指導されることも多い。また、ジャージのモデルチェンジ等の際、背中のゼッケンを廃止する際、背中のゼッケンがなくなる代わりに背中に学校名を、あしらった、バックリントが入ることも多い。体操着の胸元や袖などに小さく、名前が刺繍されるようになった学校もある。しかしコストがかかる上に、 経済事情の変化に伴いバザー等での体操服のリサイクルが進んでいる地域もあり、付け替えが容易な小型の名札タイプのゼッケンが採用されている学校が多いことに変わりはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。